こんばんは。
こんばんは、お疲れ様です。見えてますか？お疲れ様です。今日も、スイベントをやっていきます。さて今日は何やろっかな、何やろっかな。当たる。あやろっかな。またなんかエロ同人持ってきたやつがいますね。これはエロ同人なので先生が没収します。これは後でね、教師会議にかけるんで。久しぶりに見ました。
先生が募集します。さて皆さん、やりたいことあるか。キャミー対チュンリーの東西戦。はあ、使えんの。嫌じゃないよ。はい、皆さんそろそろの試合ストップしてくださいね。皆さんの意見を聞きたい。対戦に夢中なのは分かりますが、なんかやりたいものある人どんどん言ってってください。今のところ消去法でキャミー対チュンリーの東西戦になりますので、ちゃんと意見を言ってってください。そんなんやってもね、チュンリー2匹とキャミー1人しか喜ばないから。2対1でやる。どうなってるの。みんな外生まれ。はい、というわけでどんどん意見を言ってってください。なんでもいいよ、日曜だから。今のところキャラ分布はシャル君わかんない、龍が1人、龍が2人、キャミー、ダルシム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 多いな、エスケン、チュンリー、チュンリー、ホンダ、ケン、ガイルかな。龍は2人ですね。という感じなので、皆さんちょっとのじえストップして集まってください。意見を言わないと無限くんの提唱したクソルールになりますよ。なんかやりたいのありますか。メインキャラ使いたいとか、その一言でいいですから。フォークザンギやる。フォークザンギやる。ほうきざんぎいないですね。とりあえずね、ダルシムが3体いますね。ダルシム3体を軸に考える。別に何でもいいんですけどね。ダルシム対全キャラ、ダルシムチュンリー対全キャラならいいかも。いや、5人です。それで5対8だったら、うん、
フォークは待ってます。ニカフォーク組みでは何でもいいです。ニカフォーク組みで。ダメか。ダルシムチーム対チュンリーチーム。前やったね。やりますか。残り取り合い。よし、チュンリー代表。ダルシム代表は鈴鹿かムー。じゃあムーさんやるか。違う、リーダーです。そうっすね、まあキャラどうしよう、なんでもいいんですけど、キャラは決めちゃった方がいい。決めちゃ、ダルシム、皆さんメインキャラでいいんでしょうか。シャル君が分かんない。バイソン、リュウ、キャミー、ダルシム、エスケン、チュン、ホンダ、ダルシム、ケン、リュウ、ダル、チュン。第3はキャラはど、なんでもいいですよ。ホーク、ホーク、僕もホークがいいな。よし、まあとりあえず2キャラにしようか。2キャラにしよう。じゃあ皆さん2キャラ目いってって。ホンダ、ムーさんが竜、2キャラ目なし。ガイル、リュウ、2キャラ目リュウ、リュウ人気ですね。ベガ、ニーヤさん、ケン、はい、ヒデくん2キャラ目、 2キャラ目、お、オッケー。あ、とりあえず2キャラで東西戦やるんだけど、チュンリーチーム対ダルシムチームで分けるんで2キャラ。ヒデージェね。あとわかんないのが無限、タケチ、ペコ、鈴鹿、ケン、竜多すぎる。確かにチュンリー、チュンリーな、チュンリーいるからチュンリーチーム行ってもらいたいですね。無限キャラ2キャラ目、2キャラ目、早くホンダ、ホンダ、お、なんかホンダが人気ですね。ホーク、バイソン、はい。で、今僕入るとこれ奇数になってしまうので、とりあえず消えます。いいかしら、もう一人来たら入るかな。チュンリー、ダルシムだけ、サブキャラはチュンリーダルシムだけ。あ、それいいね、それいいね。それでも半々にならないといけないですよ。あ、じゃあ取ってもらっ、あ、でもね、取ってから決めらんないから、特にダルシムはね使い手がいないんですよ。いや、だから僕入ってないから今。
じゃあ2ホンダ。じゃあさっきのルールちょっと変更で、2キャラ目はホークかダルシム、チュンリかダルシム、どっちか使ってもらいます。どっちがいい？違う、あ、メインキャラでダルシム使ってる人はダルシムチーム確定だから、サブキャラなんでもいい。つまりあとはダイさんとタケチさんとニーアーさん、チュンリーかダルシム、どっちか選んでください。どっちか使ってください、サブキャラで。ちょっと待ってください、今集計します。ダルシムがこれで 1,2,3,4,5、 まだ5人ですね。14だからあと2人。第3ダルシムとチュンリー、どチュンリー、じゃあ僕が入ってダルシムチーム入ればいいか。ニーアさんはどうします？というわけでダルシム代表ムーさんとチュンリー代表クサ君でじゃんけんをして 1P2P を取り合ってください。ダルシム 2P、 チュンリー使う人は 1P 側行ってください。チュンリーの人は 1P 側です。始めるよ。ダルシムのが人が1P 側の人がタツトシ、ペコ、クサ、マキリ、チ、ヒデ、ダイ、あとグリグラ、鈴鹿さん 2P、 ダルシム使い 2P 来て、ダルシム使い 2P 来て、で 1,2,3,4,5、 僕が入って7人だけど向こう8人いるんで、いいですか。そしたら順番だけ決めましょうか。順番は後出しでもいいかな、後出しサブキャラいっぱいいるから後出しでもいいかなと思います。
そうですね、先方だけ決めてあとかぶせれ。大将も決めておいた方がいいと思いますよ。順番固定しません。かぶせです。先方 2P 側は OK？ 先方 2P 側違うな。そっちは16人いるんだよね。16キャラいるはずだよね。 7？ あれ8人じゃない？皆さんこっちだよ。ちょっと待って、15対15人いるんで、ねえねえ、8人ですね。よし、まあ 2P が不利ですけども、ダルシム最強キャラなんで大丈夫です。最強バルログか。はい、先方決まった？決まった。こっちは決まりました。え、マジ？はい。それでは、コインクレジットを入れてください。皆さんこれ聞こえてんのかしら、大丈夫？それでは6月の4日スパツ X、 今日は東西戦形式で始めていきましょう。ワンピー側はこれ第3のフォークですね。フォークで行くんだ。そして 2P 側はシャルダルシム。お、いいよ。今日はワンピー側がチュンリー、 2P 側がダルシムという感じで戦う。おお、引き出キックを使う。おお、おしゃれ。あ、死んだか。ムーン大台風相手。おお、できる。第3のフォークは結構使ってんのかしら。あら、あらららら。さあシャルダルシムが何もせず回される。さあフォークですね。フォークどうしよう。ホンダ、ホンダ露骨。こっちは露骨ですよ。絶対に勝ちますからね。さあ鎌田の醜いあれですか、かぶせ合いという。さあ本田対フォークは本職同士だと可能性があるらしいですけども、本職じゃないと可能性はないですね。あと死んだがー、ズーツキ残念。あ、死んだがー、ズーツキ残念。あそこはトマホークを仕込めば頭突きには勝てるんですけども、百貫がなんか相打ちになりやすいというクソみたいな状況でございます。うわー、ウキウキして。さあここも頭突き、全部頭突き対空しっかりしている。おお、高尾からのダルシム使いは先飛びができない。あと回らないが今度入って
さあ鈴鹿どうする、攻めない、正解です。わーわー、死んだがー、これねホーク待てるんですよね、まあ、玉なし同士だったら待てるのは当たり前ですね。さあ頭突きで待っている、まあ、ホンダは前に歩くといろんなもの落ちなくなるので、うわあ危ない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 危なかった危なかった、頭突き頭突き。さあにこやかにかぶせていく、まあチュンリーを使っていくのありですよね、グリグラチュンリーが出てくる。ハロー、あまた来てくれたね、グリグラチュンリー。さあチュンリー対ホンダ、そこまで簡単じゃないんですよね、チュンリー側も。さあ全部投げて大いちょうまで入って、これはテンション弱はでも危ないですけどね、客観からめぐりが大川はヘール、でもあれ空中で落とさないといけないからダウンを奪うのがすごい大変ですね。さあ全部掴みでいこうという鈴鹿、とてもシンプル、おー重なっていない。さあ100回100回フガフガ、そして女の方が簡単ですからね、まあ、カストシさん誰が行く、1ラウンド取られたら、あ、違う、これ1ラウンド終わるまでに決めてくださいね。カットシ、リュウ、チュンリー、チュンリー、カットシさん、さあ鈴鹿2連勝で100冠が入る、大いちょう、ここは妥協、あーっと入んないですね、あれ当たんないですね。さあサブキャラのチュンリーが全部食われていく可能性がありますね。お、なんか浮いてる、そして高めは、さあこれですね、チュンリー使いのよくあるあの必死こいたバックジャンプ、あれが有効ですが、ふがふがされてめくりになっている、一瞬、いうのはある。地流、さあヘイでやれ、メインを使ってしまった。さあホンダってキャラはね、乗らせるととても危ないので今のうち潰しとくに限りますね。おっと、さあここにこの竜に対してはダルシムもいっぱいいるのですごい楽しいことになりますね。さあ鈴鹿がうまく立ち回っている、おー、あー2回目はね、思いっきり深く重ねると2回目もレンガになるんですけども、そこはちょっと難しいところ、百科かろ。さあおお、うまい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 、さあ地流頭突きをもらう、百裂すげえと思わず声が出た。さあ永田正月に3連勝した男が、ああ
永田正月より強かった鈴鹿だ。本田メイン渋死んでしまう。永田越え、秀がいきなりチュンリー出すの。ヒデ DJ、ヒデ DJ。 まあ DJ は使いどころあんまないですね。これダルシムがモリモリかぶさってくるという。さあフガフガ百貫ガードしちゃダメよと。おい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 。さあジャックのリファイアだし、便利なキャラですね本当に。あばやむあっと、わあ密着の読み合いの方がいいですね。食らっても投げられ。さあクソだ、いや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 、痛い。簡単なキャラだな。スライディングタイプ、まあ、エアスラがとにかくきつい。スライディング確かに効く。チュンリーと同じ動きをしている。違うことやったのバックジャンプショーパンだけですね。あーおー一応からの、おおなんかそれっぽいけど DJ 入んないですね。見てから、鈴鹿がなんとこれで5連勝。お、じゃじゃん。ワキリチュンリー、サブのチュンリーは根絶やしにされそうですね。さあ鈴鹿ホンダが今まで全部同じ行動しかしていないが、死んだ、減る。まず100巻ガードさせたらはめるでという、すごくシンプルですね。あとは始まる。おーいちょおーいちょ小判、あーおーいちょさあ鈴鹿が嬉しそう、心苦しくないという。ダルシム使いですからね、その辺さすがですね。誰が行く？ペコが出る。ペコが剣にカーソルを合わせて S 剣を出す。さあこれは皆さん、あのダルシム勢アップしといてくださいね。さあ踏まされた。まあこれはしょうがないっすね、やるだけやりましょう。強昇竜詰めて、熱いけど詰めて、ツーツキー、おおおーあんのか、そおー強昇竜ですね。あれは別にやらないでいいですね。あれは表裏入れ替わってても勝利権の入力的に間に合うので、普通に強勝利表で出すだけです。さあおかま、さあ今度はヒールがペコになった。さあのしのしくる鈴鹿のホンダ、プレッシャーあるぞ。百貫ダメがダメ、ずつけに勝利。まあ活躍はしましたね。ダルシムー
これはやってもらいたいですね、はい、さあチョップはダメ、チョップだけはやめとけ。さあこれはツインレーザーで無限ダルシムが今のところは大丈夫だが、チョップ1回で死ぬぞ。うー何やってんだバカ。おい、さあ大スラスト強い、強スラスト、あー受け身取っとけって、受け身取っとけって、受け身取っとけ。インフェルノ、これは我慢ですね。まあ時間的には大丈夫なので、おーい波動クラだけはない。おーあバカ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 、はい、何やってんだよ、全員から突っ込まれてる。それはダメですよ、もっとね秩序ですね。そう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 、そういうこと、そういうこと、いいですよ。さあペコエスケンはずっとダルシム戦をやる羽目になるでしょう。おお今のうまい、ナイス、受け身がない。カラージャンプ昇竜食らって、ダイヤシもらって連打するな。あーあーダメでした、ダルシムまずは2体消える。いやサブだと勝てないですよ普通に。さあ武智ダルシム、武智ダルシムさすがに見たことないですね。ダルシムのことは知り尽くしていたとしても使うのは意外に難しい。ドリル知ってるが、受け身ここなんとか取っている。ダイヤシかくった、もし早いですねこれは。さあドリルたーよい、受け身でまだリードは竹チーダルシム、うえインフェルノ、さあこれはうまい、あーかくった、さあ武智ダルシムが開幕ブラストでフレームも慎重に先端を重ねないと強昇竜をもらいます。そこら辺要注意ですね。さあついやってしまうチョップ、これだけは避けたいところ。立ち強キック、この技は有効ですね。さあうまい、おっと近かったがこの前なら大丈夫。立ち強キックペコがいいよ、エスケン潰してくれるとでかいぞ。イーウェルノーできる、タケチーダルシム勝利。なんか後ろにいるダルシム使いより強いですね。そして草本田ですね、なるほど、草本田。うっと投げる、危ない危ない。草本田はサブといってもまあメインクラスの実力があります。ダルシム戦も結構やってますからね。うまい、いちいちうまい。インウェルのサファイアもらって、タケチーダルシム実はやり込んでるか。おーわい、おー寄らせない、ちゃんとダルシムホンダができている。さあ開幕はダイスラとズツキ、チョップいい反応、しかし発火もらって大いちょうが始まる。うわー弱弱ハリデー、草くん得意技ですからね。さあスラストファイヤー、あそこも張ってないとホンダは案外やることないですね。飛びが間に合いません他のキャラと違って。さあチョップ来い、あーっと張りて、ここは我慢しかない。対空頑張ったが厳しい、
ファイヤー1位。さあしかし酒地ダルシム仕事をした龍じゃない。ヒデは向こうチームですよ。さあムーさんの龍そこらの竜だと結構きついでしょうという感じですね。これはさあしかし対空は出ます。この男対空と連続技得意ですが波動が下手です。ああ削っていく露骨。さあ本田さすがですね。さあどうする。波動拳、波動拳。さあ橋は橋橋は打っていいですね。さあファイヤーもらう。この場合は100回も食らない。あっと引っかかる。体がでかいが危ない。これは大足昇竜が負けるがなぜか地上。さあ開幕バックジャンプにぶっ刺さる。投げる。さあ寄ってくる。プレッシャー半端ない。こわばって波動打てないのが一番いけないですね。さあここで飛びを合わせる。ほんでちょっとやりやすくなった。100おお食らってしゃがむ強パン打っているあたり何使いなんだろう。さあムーあーからの100送らせてくる。さあ龍が殺された。ワンピーが拍手が巻き起こる。ホークとダルシムですから出せないですね。行く行きます。あれニアさんのダルシムなのかな。そうね、ホンダはきついですね。さあここでムーンさんリベンジです。ムーダルシム負けると結構ピンチですからね。あーっと危ない。さあホンダを誰が通すのか。ダメー。おードリルはやりすぎ。ドリルはやりすぎ。完全に自爆ボタンでしたね。さあ止まれる。さあ頭突きを任せた。100巻落としてうまい。今の前さっきはキャンセルファイヤー止まれたのでフレームしましたね。さあインフェルのとりあえず削って強パンで締める。さあ開幕からメインキャラを出しまくるしかなくなったというあれ模様。おっとやった。うわやばい。投げる。ナイス投げ。バックジャンプ強パンもう一丁あれか。おお最後読み合った。ムーダルシムが勝利。これはワンピーがもう本気出さざるを得ないですね。これ1ラウンド取られたら指名されますからね。はい、スタートボタン押した。ダルシムをここでチーチュンリーですね。残りステージはダルシム側は結構きついですね。さあチチュンリー燃やされる。
ブラストの反対結構でかいですね。お、テンション暴れて、さあ誰もが知ってるチュンリーのこの戦法、お、スライディング見てから打っている。さあ燃やされて、いやー、お電話、あー惜しかった、惜しかったっすね。できるチチュンリーが、まあ、分かりやすく言うとパレスチナの真似がおすすめです。投げる、掴まれて、うまい。さあどうするどうする、ドリルが刺さってくる、あーと出なかった、出ても負けます。さあチチュンリー負けて、もう10番目ですね。ペコペコチュンリー、ペコチュンリー開幕、ドリルをガードしてしまって投げられる。ダルシムはこれで結構楽になりますね。あーああさあ、おお、どうなる、ドリルが刺さる、さあ絡んだらすぐ投げる、投げ前勝ってるのをうまく使っていく。さあ端っこのムートリカゴ、ドリルまだ殺せないが、風前の灯火、チュンリー側ゲージがとにかく欲しい。あーっとスピニング漏れてしまう、第3が行く。さあダルシムがいるってことは、ダルシムがいっぱいいるってことはリュウとか使いにくいですね、やっぱり。さあファイヤーファイヤーファイヤー、おっと乗っかって、ダイさんの巣に良さそうですね。投げる、掴み返される、ドリルが刺さる。さあドリルの対処が非常に難しい。さあヒデはアドバイスが来たが、まあ、この相打ちでもいいから落とすというのが強いですね。潰せる高さでジャンプしてキックを食らった場合は投げかけになる。さあゲージたまる前に画面端、おっと、さあ相打ち落とす、インフェルノ、さすがムーダルシムが4連勝、これダルシム勝ちですね。もういやでもチュンリー強い人が残ってるし、誰がでまだ出てないのがいない、あと 1,2,3,4,5 人しかいない。あ、マッキリ、マッキリ剣、さあ、ケン対ダルシム、マッツンさんを見てる限りいけそう。昇竜拳ドガンと一発、すんげえ気持ちいいやつですね。さあ竜巻食らっても確定もらうが、まあ、ダメージ的には悪くないですね。さあこの 2ヒット痛い。さあ寄れない、どうにかして膝掴みに行きたいが、ここは無理をしない、膝掴み来たからの昇竜食らう、昇竜ガード、あーうまくいかない、かなり危なかったですね今のは。あそこはね、ひよって昇竜良くないですね。膝掴みに行って投げ返された、
おーっと、さあ熱波が出る、いてさあ、しかしフレーム食らって、おい、ムーダルが負ける、マキリ勝利。さあ剣か、いきます。な今のうちですよ。さあ、ニーアダルシム。リバーサルは出ないですよ。重なってなかった、重なってなかった。そう、ニーアダルシムが、いやすらすかし投げ、イニシエの技を使っていく。X 剣は重ねフレームに対して結構何もできないですね。おっと、重ねをつなぎを見せるが、めちゃめちゃいっぱい食らって、さあ待っている昇竜拳に一発ずつ、おお、竜巻の対処が難しい。まあこのうろうろからの昇竜拳、おっと、あーすごい広い広い。さあどうする、波動をもらって膝つかみからの、うわー、おー、これはカラジャンプを許すとレッパで死ぬぞ、レッパー。まあしゃあないですね、さすがメインキャラ。あとダルシム出してないこっちの人は僕か、僕だ。ハローハローハロー。さあ、2回転さんのダルシムと、マザンさんの剣この手足の伸びが怖い。でもこのおじさんの剣がすごい。ここで勝利から上げられる。さあ画面当てに追い込んだがうまくそこを投げる。あしかし今の上の飛び込みを読んで、うまくガード。ああ神ミカさんのダルシム強い、すごい、うん。さあそこ飛び込んで、はい、そこを左じゃない、さあそこで、さあ剣が攻めた、あしかしそこを投げる。さあしかしですね、さあダルシム前をそこを剣がどう防ぐか。さあガチガチやって、あしかし投げる。まだまだ時間はある、時間はある、まだ。さあこのダルシムのスパコンが止まって、さあそこで攻めるか。さあハド、さあハド、バフレーン、あーすごい。これで2回転さんが、勝ちました。ん、俺、これ名前書くんだよ、ファイトでダルで、でグリグラさんのフェイロンね。はいはいはいと入って、でフェイロンとダルシムっていうのはどっちが有利っていうのか、いい勝負。あいや、しかし2回転さんとダルシムの間の取り方がすごい。あー今のは冷静に読んで、ミカさんのダルシムが一本取りました。ガードで動かして出して、レバーサイドはフェイロンとしてはここ飛び込んで、さあしかし今の決めたかった。星野君まだまだチャンスはある。はいはいはいと決めて、
さあ1対1ですね。坂見だったんでうまく当てる、そうあとやって、さあどのぐらいこのメロンが近寄って、しかし今ダルシンが画面端ですが、これはこうやって、ああしかしこのニカさんのさっきからの投げの返しがうまいですね、すごいですね。さあホイホイとやって、あーすごい、なんとグリグラさんに勝ちまして二人抜きですね。次は、草さんのチェンギー、草さんのホッケラのチェンギーと草さんのチェンギー、さあ、うまく基礎チェンギー当てる、オープンに食べる、ダメで、そこに下に変わる、あー今のドリルはうまい、下を取り込んで、今のシューパンチの張り合いうまい、さあここから、ここからで、さあ今のすごい攻めつけて、ガード、あー今のスピンタップ、さあ残り15秒、さあ残り10秒、さあここからどうなる、 OK、 あー素晴らしい、超ギリギリ勝負で皆さんの手にガチコン取りました。あーここから復習が始まるか、エイト投げる、しかしあー今のうまく画像で、さあここでやって、さあ投げる、しかしニカさんのダリスもうまく受け目を取って、さあこれセッカーです、さあセッカー2回目、さあここから3回目、さあこすごいすごい伝承客、さあここからどうなる、さあここでセッカー隠れちゃって、さあうまく攻め込んで、さあここからさあギリギリの勝負、さあどっちが勝つ、おお超ギリギリ、素晴らしい、草さんのチェンギーが勝ちました。あなんとここで2回転さんそのままフォーク、今日のニカさんのフォークすごい良かったですよね、個人的に楽しみです。あーこれさあ怖い、あーこれはやばい、そして転職客、さあこうやって、あーこの本気のこの手が怖い、さあさあここから、あーこの手を出させそうなところをキャンドルで当てるのがすごい、ニカさんうまい、すごい、ここでこうやって飛び込んで、さあギャンドル、さあボーッとやったところを投げる、さあ回すか、うん、さうわー怖い、ああしかし戦列をかわして、さあここだ、そこはここフォークの、フォークの脱法が始まる、さあだ、さあ脱法が始まるか、あーっとすごい、素晴らしいっす、恐ろしい、なんとニカさんがササのチュンリーを倒しました。そうそうそう、俺とヒデさん、俺じゃあ俺、はい、マイク変わりましてムーです、負けちゃいましたね、タツオシさんの竜ワンピンが残るが、もうタツオシさんとあとヒデのチュンリーかな、でニカホーク最近使ってると噂の、まあ、流線どうか脱法あるのか、安田君うまい、勝利、愛情は OK、 竜側が OK、 端っこはやばいよ、できるヒット確認しっかり、おおそう今のはすごいね、さあ第2ラウンド、おおマジで、ダイヤシネスカイに回していく、
あ届く。おっとちょっと遠かったか。高い高いのをしっかり見てた。これ大将だね。大将秀俊にクレジットあるよ。あーもうバカやっちゃいましたね。さあここでニカさんの締めのヒデさんのチュンリーですね。ヒデさんのチュンリーで、結構うまかったですね。いやーこの誘いの前、さあここギリギリ、あこのギリギリ前の届く感じの前、さあまだ怖い、こう怖い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 、あー素晴らしい、ミカさんの本当に強いっすね。難しい、サッチ貢献、貢献で貯める。ああ、今の、さあ、コントロールガイド大事だったが、さあ、ここから、あーこういうのの電パンチ、OK、わー、OK、素晴らしい、ヒデさんと一緒に1対1で、さあ、3本目ですね。さあ、足まで、さあ、さあここから、おお今のスピニングバード、さあ立ち台パンチ、さあ中キック中キック、おお大キック素晴らしい、しかしまだ、さあオッケーオッケーオッケーか、さあこれ、ああちょっと、さあさあ元に寄って、おお上り蹴りでヒデさんが勝ちました。ニアーホンダが中村キャミ、中村キャミ、シャルバイソン、この3人が鈴鹿ダルビー、いやー相当厳しいだろう、さあ無限のダルシムじゃないホンダでしたね。ホンダが2体、キャミー、バイソン、ダルシム。さあこれはヒデチュンリーのね、おー来たか、バカバカ危ない危ない、露骨すぎて逆に出せないですね。そのカクカクはやめた方がいいよ、羽がないのがバレてしまいますから。まあこれはしょうがない。はい、あ、かくってないが時間がない。お、あダブル台風だったら勝ってましたね。時間切れになるねおおっと、 いろんな釣りを混ぜていく無限ホンダ。さあ100巻でゲージを溜め切った。チュンリーのゲージが溜まる前にやらないといけないんですけども、おー運がいい、そしてできていないがリードしているぞ。さあ中、おーやるのそれ、危ない危ない危ない、ここ使う、お互いヤカちゃんになっている。おぉ、あぁ、あぁ、おぉ、無限がまさかの
無限ホンダに負けるとちょっとデキンの可能性がありますね。さあ頭突きで突っ込んでしまう。おっとおっと中盤で掴む。あー危ない、危ない危ない危ない、ひたすら飛んでくる。このホンダが結構めんどくさい。そして飛行剣は頑張って避けている。そう頑張って避けてるけど、頑張って避けてるけど、あんまり事態は好転してませんね。さあ飛行体育とうとう食らってしまう。無双で暗撃が入らない。なんだか運がいいぞ。さあ元しっかり、危ないとこでしたね。さあ無限ホンダ死んだ。あとまあ誰どの順番で行ってもいい感じなんですけども、でもキャミー、ダルシム、ホンダ、バイソンだからどれもきついはきついですね。ニアホンダが弱い順に行くと、あと弱くないですかねこれね。うまい、あれやっと百貫でダウン、百貫でダウン。そしてうわすげえ、カイロン頭突き百貫どうやってんすかね。ギリギリ間に合ってるっぽい。さあため、あなるほどソニックサマー、なるほど確かに言われてみればホンダは使えますね。おっと前飛びを許す。ゴッツァンチョップの前よりちょっと遠かったか。百貫食らって、おーいちょ、お勝負、百貫、おーいちょ、おー、いや最強さあというわけで圧勝でしたね。お疲れ様でした。チュンリ使いの皆さん頑張ってくださいさあまあとりあえず今日はこの辺で、あエキシビションやろうやろう。鈴鹿武智、シャル、誰から言ってもいいよ。さあ鈴鹿が行く。三角が強いからね。三角あ出したね。まあそこコントロールもありなんだけど、僕は三角で行ってる。さあ鈴鹿が、あーゲージを相手のだった。あはははは鈴鹿対ニーヤで今のまぐれ勝ちですね完全に。さあ全体優はとても難しいダルシムホンダ。さあどうする、ジャンプ中キック、うざい技を使っていく。さあ寄れない、鈴鹿が鉄壁、うまい、あがががしかしうわーガードして、これは持っていく。いやコワコワ頭突きガードしたのに負けましたね。あそこは勝負手だったはず。ニアのループが一生止まらないぞ。やっと掴み返したが鬼無双がある。無双で死ぬかどうか微妙な体力。無双は使うのか使わないのか、飛んでいって張り手で削ってこれで勝ち確すげえ。シャルバイソンか竹地イカミ、もちろんどっちも嫌だ。
あ、竹地キャミーはね、こういう組み合わせの方が強いですね。さあ、開幕歩いていたのに水ジャンだった。あの辺はやっぱね、うわーすごいな。ニアがいいようにやられている。キャノンガード頭突きは間に合わない。お互い前に入ってる時間が長い。うぅなー、行き過ぎだ。さあ百貫が狙い。うわー、投げたのはホンダ。今のはまだ硬直だったかも。おーいちょ、前に歩いて、おーいちょ、どんな読み合いになってんだこれ。さあお尻はかなり近くないと入らない。そしてジャンプジャパンはしゃがまると入らない。あーそこは結構選ぶ技難しいですね。さあ高めから削って、減りすぎだろ。歩きダイヤシフーリガンを避けて、なあ受け身がない。うわ、うわー、ありて、あぶねえ、なんという圧力。ニアホンダ最強説が流れてますね。これはニアホンダ93点、93点です。ああ、シャルバイソンがこれで最後ですね。ああ、グランドストレートをかいくぐって前に行きたい。百貫から掴んだ、死ぬか。あと1回目の読み合いはしゃがまなかった。うわー、でかいの入ってピヨっている、出なかった。あんだけ低かったら鬼無双でも OK ですね。鬼無双食らうとめくりが来るので非常に危険。さあこの組み合わせ難しいのは両方ともが読み、うわーマジ百貫ガット。おっと頭突き、うわー最後は長田投げ。最終戦、うわっと、もったいない。さあ、うーっと、この辺の間合い取り、お互い動くと死ぬということが肌で感じられている。頭突き、噛み合ったが暴れていくシャル。百貫だ、ナイスヘッド。シャルバイソンが時間を使う構え。このリードはでかい。ジャンプ中キック食らうが、さあグラウンド刺さって、さあニーヤもやるしかなかった。おお、うわあれはまあ大体負けますね。さあというわけで本日はダルシムチーム勝利ということで、お疲れ様でした。また火曜日会えたら会いましょう。お疲れ様でした。
Hold on, pain.
Round two, fight!
Round two, fight!
Thank you.
竜拳。